日本三重県島市磯部町、蛯原蛯原国土交通省国土画像情報を元に作成川辺磯部町エリハラは三重県島市の地名。天保五年観光の島国一の宮磯部参りにエリハラは思いの他の大里にてと書かれたように、かつては磯部九号最大の集落で、名所や旧跡も多い。島市北西部に位置し、北と西は、 伊勢市と接している。地質学的には、和合山の南を仏像構造線が通っていると考えられる。また、大阪峠付近の古清掃中には、厚い石灰岩が分布し、方々に石灰岩の路頭が見られる。南東部の平地を除いて三方を山に囲まれている。中心集落は、地区の南東部、川辺と呼ばれる地域と、 そこから約1キロメートルほど離れたところ、和合山麓の2カ所ある。北は、伊勢州時間町、東は、島市磯部町五地、磯部町靴掛け、磯部町上野郷、磯部町下野郷、南は、島市磯部町狭間、磯部町築地、西は、伊勢州宇島在家町と接する。川辺は、島市磯部町の地名。住所上は、 磯部町襟原、磯部町狭間、磯部町下野号に属する。住所上の大技を単位とする、自治会とは別の自治会を有し、島市の行政上一つの地区として扱われることがあるが、独立した大技としては認められていない。明治時代から開拓が行われた地域で、鉄道駅や銀行、商店、観光所などが集まる磯部町の中心街を形成する。 スケビ町神社や磯部神社の境内からは、はじき安駅、縄文土器、弥生土器が発見されている。また、三重県立島高等学校では、グラウンド拡張工事の際に完全形の土器が見つかった。この土器は、南隣の磯部町立磯部中学校に寄贈されたが、後に行方不明となった。鎌倉時代には、エリケン、イリハラと表記されていたが、 安土桃山時代の文禄4年9月付の文書から、エリハラの表記が出現した。江戸時代には、エリハラ村として、島国東支部に磯部組に属し、鳥羽藩の廃下にあった。初期の村田川765国だったが、後に766国に増加した。エリハラ村から、伊勢国宇治へ至る道は、大阪越えと呼ばれ、難所とされた。また4つの茶屋が立ち並び、 伊勢三宮名所税に掲載されたものもある。この道は、現在の三重県道32号伊勢磯部線の元となった。河川では、鮎や船が取れ、必要に応じて上納された。江戸時代末期には、黒船来航を受け、現在の天理教磯部分協会所在地に陣屋を構えた。三度の大合併を経験し、現在まで大技として存続している。宮所納期と呼ばれる。 エリハラ南東部の水田地帯では、磯部川が蛇行していたが、1912年の高地整理に伴い、ほぼ一直線に改修された。島高校第二次世界大戦頃までエリハラは、磯辺で最も人口の多い大技であったが、戦後は、磯部町の中心街が南下した影響で、狭間や穴川に追い抜かれた。1948年には、 学生改革による、新学生のもと、磯部村立の三重県島高等学校磯部校舎と磯部中学校が開校する。1965年に、伊勢有料道路が開通し、戸橋を経由せずに、伊勢市へ自動車で行けるようになり、1968年には、三重県営の島水道が完成した。平成の大合併の結果、島水道の給水自治体が、島市のみとなったため、 島水道は2011年4月1日より、三重県企業庁から島市へ譲渡された。1994年の世界祝祭博覧会を機に、伝統のエリ原派や餅つき保存会が結成された。磯部郷土市では、以下の説が唱えられている。2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 千七百四十六年以降の人口の推移。二千五年以後は国勢調査による推移。千七百四十六年以降の世帯数の推移。二千五年以後は国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。磯部省、磯部中共に、エリハラの南部に位置する。エリゲンハヤモチきは、三重県島市磯部町エリハラに伝わる。 独自の餅つきの方法。エリゲンハヤ餅つき保存会が技術の保持、継承を行う。ハヤ餅つきの名の通り、通常の餅つきの3倍という高速で餅をついていき、餅米1トンを2日でついたという記録がある。天保年間に伊蔵宮おたうえ祭りで笹にくるんで餅を振る舞ったが、数をこなすために高速でつくようになったとされる。早し歌を歌いながら2人で1本の絹を取り、 餅をつく。大無駄に島スペイン村ができるまでは、磯部地域の観光の中心であった。磯部の御神殿の宝宿の一つである。現在の島市磯部町のうち、五字、靴掛け、山田、襟原、上野郷、下野郷、狭間、穴川、築地の九つの大技を指す。所見は、慶長9年5月の文書である。島市役所、学校通学区暮らしの情報。 伊勢島国立公園島市のホームページでは、川辺地区として扱われている。また、国土地理発行の2万5000分の1地形図、磯部にも、川辺が掲載されている。島地域合併協議会長名、あざなの取り扱いについて、では、合併前の大技を引き継ぐこととしたため、川辺の大技昇格はならなかった。住所上、襟原となる部分には、小、中、 高校や商店がある。ありがとうございます。